小林先生、突如遊びに来てくださったということで、どううもありがとございます夜、暇だったんで、本当ですか今、こちらに、見えますエスパー小林の、これですよね、そうだったのか、あの世の真実、こちらが絶賛発売中ということで、これ、ムーあの年末に渡したんだけど てんてんてんあそうなんですねた他社のだったんでてんてんてん優しいですねムー新聞にはきちんと161ページに載ってますのでぜひ後でご覧くださいねエスパー小林氏美女と密会っていう記事なんですけど何ですかこれいやこのこの美女って俺誰か知らないんですけどね本当ですか体直してますね体に触って 逆流性胃炎かなんか今回のあの世の真実こちらの本はどうういったことに特化もほとんどあの世のことで霊感とか全部蒸し器で体験談とかいろんな人の相談にったんでそれをまとめただけでみんな結構死んだらどうなんのみたいなことをよく聞くんでそれを中心に書いたという。 あの世の真実っていうことなんですけど、はい、そのあのいわゆるこうサンサンズの皮いたらみたいな、はい、こういうことですか？あとはもうまあ宗教的にいろんなこと言ってるけど、ほとんど嘘だぞっていう。ほとんど嘘だぞって。<ー>ちょっと二三こう四五こ教えて。 まちょっと時間的な問題があるんでね, <laughs> でねで読んでくださればそうですねお読みいただければと思います、はい、あの無限重さんとのイベントもいつもこれから宣伝させていただきたいなと思ったんですけど、はい、全部あの、はいアね、ペアの、はいえー、渋沢さんに はい、ソールドアウトだから言わなくていいって言われたんですけどあのせっかくなのでどういったことをやってるか宣伝させていただきますとまずあの全部ソールドアウトなんですけどごめんなさいねあの小林先生とのディナー守護霊メッセージということでこちらはあのみんな誰かしらついてるってことですか なんかそういう方いますねたまにちなみに今日なんかお殿様系とかついていらっしゃる方は <laughs> 多分いないところああ <laughs> じゃあ次鍛えて、はい、いい人しょってまた来てくださいね <laughs> はい、はい、そういったしごれさんからのメッセージがもらえる、ね、ということですねはあとはまあパワースポーパワースポーですね、はい はい、最近、なんかおすすめなんかいいパワースポ見つけたとかありますかいやあるけどなんか今日も都内某所で知り合いが行ったらば、はいはい、僕の団体かと思ったら違う人がパクって僕と同じ説明してたとは聞いたんで、えー <laughs> はい、ほとんども発表してないいでですすそうううねねこ、はい、っ,った、ねはい、もうほとんどだから、はい、新規の全部一新してまたかあのやろうかなと思ってるんですけど見つけて発見して行ってないのいっぱいあります。 そうなんですね、はい、じゃあパワースポットかは先生と一緒に巡れるということですね、はい、ちなみに、はい、あの令和に変わると小林先生的にはなんかこう変わります天皇の運気で変わると思ってだから明治大正昭和平成うん、うん、次こうなるんですよ。あこうですか。こうただ明治 えー、大正、昭和、平成、うん、次の代だからこのリズムでいくと次何やるかなってのだいたい読めるんでへ、えーだ明治と昭和とが何があったかっていうとドンパチあるぞみたいなういうあー、はい、あうちのじっちゃんの言ってたのは若干当たるかもしれないぞっていう、はい、えじゃ結構大変なもうドンパチで出てかんじゃないですかはい地震より,よりそっちの方が近いと思うんですけどはい。 そうですか。のまで本気で見てないですよ。出そうかなと思ったけど、出ると言いたくなるんで。はい。じゃあそのあたりとかもあのディナーとかそういったので、ちょろっと、ちょろっと、ちょろちょろっと出してくださるんで、わかりました。あとはあれ、あ全部これかパワースポあこれありますね。いいですね。あなたの家の近くのパワースポー教えます。はい。あの、はい。 んあ月刊エスパー小林の宣伝ですね。あこれは違うんだ。<laughs> あこ、はい、れはイベントですね。はい。はい、だから月刊エスパー小林はなんかまあいろんなことをあのーはい、毎月のラッキーカラーとかラッキーサウンドとかあのー、まあそのいろんなエリアエリアのパワースポをまあそこでだけ説明しているっていう。 ははい、はい、毎月毎月、はい、だから東京だけじゃなくてな、うん、例えばあの北海道やったりとか九州やったりとか、えー、そうじゃないとあのどうしても僕の場合東京の人間ですからだから例えばあの京都だと一般的にはそのあのどこどこ神社がいいとか伊勢神宮がいいとかあるじゃないですか、うん、全否定しますからね <laughs> だから地図見てすぐその場で出すので、ねはい、今がいい場所を出す いつもねちょっとさね参加させていただいてますけど、はい、こうやってそうこをやってやると、うん、そこだけなんだろうここに手やってるのと同じぐらい温度差あるんです。ああ<ー>こういう感じがするんですね。だからこうやってるの違うじゃないですか。えー、それと同じように、うん、あいいだからいいところはこうぐってくるし悪いところは取ってくる。だこういうところはだいたい心霊スポット。 ちょっっっととする部分てやぱりだからそういうのでいろんなところを見つけられるんだけど誰もできないっていうのをなんでできないか理解できないんですけどいやもうこっちも理解できないですけどねだからそれで探して見つけるっていうやり方いいですねじゃあ毎月毎月月刊エスパー小林見てるといろんな県都道府県の見たこと結構。 じゃあ月刊エスパー小林購読者の方からリクエストがあれば本当にラッキーカラーとラッキーサウンドとか毎月ずっとその月に限って運気が上がるものをお伝えしてくださっているので本当にありがたいっていうご意見すごい皆さんいただいてます全然覚えてないんで そうなんですね。全部消えますね。出したっけぐらい動いてないですね。そうなんですね。はい。でも毎回ねバラエティに飛んで面白いので、いろんなところに行かれているのがね。だから今度どこやのか。今度どその当日にも渡されてやる。下準備って全くやったことないです。一人見捨てリーツアーみたいな感じです。あ、全部そうです。はい。だから地図があればどこでもできるし、だから一戸建ての牛とかの。 あれ見るとここ座ったら長生きするよとかここ行ったらおじいちゃん早く死んです。うとか<ー>ただそういうことはやんないけどだいたいここ行くと運気上がるとか、はい、だからまあ極端に言うとその宝くじだったらあの新宿だったらここで買うと今日買うんだったらここ明日だ<う>ここっていうのが。 あ、一日一日変わっちゃうんですねそっかじゃあぜひねはい、月刊エスパー小林そしてイベントですねご参加いただいて運気をガンガン上げてくださいはい、じゃあ次金運とかもぜひよろしくお願いします今度金運の本学研さんがやるないかなと思って学研さんでね出してくれないんですよお願いします編集長が あというわけで、はい、今ね実際こちらの本も発売中なので、はい、ぜひお読みいただければと思います遊びに来てくださったのに長々とお話いただきまして本当にありがとうございます,、はい、いま,すまたあの後半もお楽しみいただければと思いますというわけでエスバー小林先生でした、はい、今日はどうもありがとうございました 無限寿かららのお知らせですまず、えー、エスパー小林先生のはすべて、えー、完売しておりますのでまずは、えー、4月20日、えー、月刊久保有正公開収録となっておりますテーマが「仏教の中のユダヤ文化」です。 ぜひ、えー、聖書に興味を持つ方そして宗教の枠組みを超えた人生幸福を追求したい方に月間くばわりまさおすすめですぜひ、えー、遊びに来てくださいそして、えー、4月の4月の26日、えー、ミライジュジャポニックがのイベントが開催されます ジャポニックこちらはですね田口ランディさんと高野城泉さんの対談となっておりますとても面白いイベントになりますのでぜひご参加くださいそして翌日の4月27日はですね、えー、高野城泉さんの改正塾がまた開催されます UFO 宇宙人問題の本質を読み解くレッスン2現在編となっております UFO が第2の黒船になる開国ならぬ改正に向けて今日本から始まる宇宙維新地球外生命体が存在するかどうかなんて低いレベルの話ではございません今こそ 真正面から現実を制止すべるべき時なのです SF や夢物語じゃない UFO 宇宙人問題の本質に迫りますということですまたぜひご来場くださいそして5月の5日開催アスカ先生の月刊アスカこちらも公開収録となっておりますアスカ本の新刊が出るそうで、えー、新天皇京都帰還 についてて語ってくださるそうですもっと突っ込んで飛鳥理論を勉強したい飛鳥塾の時のような懇親会はやらないのそんな声にお応えして月刊飛鳥では飛鳥本をテキストに本では書けなかったことを飛鳥先生が徹底的にレクチャーしてくださるそうですアスカ本の裏側をぜひ覗いいててみてくださいそしてですね5月17日秘密喫茶イルミナテ。 はいこちらですね「ボリューム二2 9高橋桐谷先生と三上編集長の対談となっております独学でタロットと西洋先生術を習得し現在月刊ムーでも執筆をしていらっしゃる占い師兼作家の高橋桐谷先生が秘密喫茶イルミナテンのゲストに登場してくださるそうです現在シミルボンで掲載中の「クズ人間占い師」になるという。 えー、本についてですかねについてもいろいろ聞いていこうと思うということなのでぜひお楽しみにしていてください、えー、オカルト女子会でもですね、えー、桐谷先生の何,何でしたっけあれあ渋ちゃんも出てカードねはいそちらもねすごい面白かったのでぜひご覧いただければと思いますでは、えー、そして5月18日 月刊怖い話公開収録ですリアル怪談という言葉を耳にしたことがありますか仕込みややらせなど一切なしすべて実話ですという、えー、毎度ながら大盛況のイベントとなっております、えー、あなたに何かしらの触りがあっても無限時では一切の責任を負えませんがぜひ遊びに来てくださいお待ちしておりますそして5月25日と26日ですね 久保先生と行くハタニストツアーイン群馬ということで、えー、群馬といえば渋ちゃんですね渋ちゃんがもう力を入れているイベントとなっております、えー、羊太夫の謎に迫るということでハタニストの皆様すごい面白いイベントなのでぜひご参加いただければと思いますよろしくお願いしますというわけであとはですねお知らせが、えー、本日4月5日 えー、国門ゲートの CD がですね完成いたしましてヒューマンキューブトラック集ですねこちらを、えー、後ろにご用意いたしました、えー、番組中でもお知らせしました <laughs> u o ヒューマンドキュメンタリー映画国門ゲートのですね、えー、<laughs> 曲を 担当させていただきましてとてもいい曲に仕上がっております3曲入り1300円となっておりますぜひこの機会にご購入いただければと思います本日発売となっておりますよろしくお願いいたします以上お知らせとなりました